大間港という大間港平成元年まで営業してて、その鉱石をずっとトロッコに乗せて、これがちょっとトロッコの跡もありますけど、ここ積み出し港で、ここから船に乗せて、瀬戸内海まで運んでいた、その本当の積み出し港、まあ、産業用の港の跡です。ここから沈む夕日がこの遺跡のですね、向こう側に沈んでいくのをですね、ぜひ見ていただきたいと思います。心に残ると思います。本当に今季節が、佐渡は本当に実は花の島って言われてるんですけど、その代表的なものが岩にポツンと咲く岩百合、花が岩から、そうです、岩から一輪ポンと咲いている、だんだん見えてきました。これは実は落ちない岩、これそばで見てもらうと本当になぜ落ちないのっていうぐらい、これ実は石切り場ということで、石を切ってから上で石を切って滑って落ちて引っかかったんじゃないかと思われてる。ここは金山で、金を掘る上でその鉱石をすりつぶす、その石臼の原材料として、ここがなければ金を採石して金を取ることができなかったかもしれない。学生の皆さん、ぜひ願をかけてですね、はい、もう私が欲しいのは絶対落ちませんので年に何回かですけど、ここから夕日が見える時があるんです。この夕日、そう、この間に夕日がさーっと沈む時があるんです。これも年に数回しかありませんので、ね、ぜひ佐渡においでになったらですね、この辺夕方見ていただけると、またその夕日と違ったその絶景が楽しめると思いますので、ぜひ佐渡で楽しみに行ってください。綱佐渡